小規模分散投資の、初めての投資の方ですね、証券会社の選び方についてご相談いただいてます、ネット証券の選び方は、まあ、楽天証券とか SBI 証券とかありますよね。おすすめのネット証券、まあ具体的に言えば SBI 証券と楽天証券をおすすめします。で、楽天カード持ってる方はポイントの関係でお得なので楽天証券がおすすめですね。で、楽天証券の場合はマネーブリッジって言って、楽天銀行の口座からですね、自動的に例えば、長期積み立てに引き落とされる、仕組みが作れるので、まあ、これが一番おすすめですね。楽天証券と楽天銀行の、マネーブリッジで SP500 インデックス投資に、毎月3万円とか5万円ずつですね、積み立てていくという形で、これが一番お勤めの方なんか特にですね、一番いい投資の仕方だというふうに思って、僕もコンサルでもこれは必ずおすすめします。